はい、そうですね、これ、了解しない。画面共有、すいません。どっから行けばいいか。はい、ちょっとすいません。ホストの方で、できます？オーケー。画面共有の横のところで、複数のなんとかを可能にするっていう。できました？はい。これかな？これでいかがでしょうか？大丈夫ですか？はい、じゃあ、始めてよろしいでしょうか。はい、早稲田大学の森岡正弘と言います。今日はよろしくお願いします。最近は人生の意味の哲学というのをもっぱら、集中してやっていますが、同時にここ数年、2、3年、現象学をもう一度学び直しておりまして、その過程で人が、そこにいるっていうことが現れるとはどういうことかということを実は前から考えていたんですが、それを現象学の文脈に載せるという仕事を最近しています。で、今回、皆さんとかのディスカッションしたいのは、そのアニメーテッドペルソナという概念を提唱したわけですが、それはまだこう提唱したばっかりなので、まだ細かいことを私自身よく分かっていませんが、個人的には割と将来性がある概念ではないかと思っていますので、そのあたりいろんな哲学、あるいは学際的な視野からぜひ議論できたらというふうに思っています。で、これは、すいません、次の肉には、これやればいいんですかね。あ、これできました。はい、あれ、すいません。で、本日のメニューは前半はですね、今年の夏にヒューマン・スタディーズという雑誌に、掲載した論文の、振り返りが前半、今日の話の前半ですので、もし皆さん、これ読んでいただいている方がいたら、ちょっと復習っぽくなると思います。もうまだの方は概要をお話ししますので、大丈夫です。で、これQR コードはこの論文に行きます。で、後半はですね、この論文発表してから、いくつか展開がありましたので、それについて今日はちょっとお話ししていきたいと思います。で、今日のメインは私個人としてはこっち後半の方がメインなんですけども、はい、順を追ってやっていきたいと思います。で、まず論文はですね、こういう論文が、今年の8月に出たんですが、このアニメーテッドペルソナの概念自体は2001年の論文で私が導入しています。で、2023年の論文ではそれを現象学の文脈に載せようという感じで頑張ってみたというような感じで、この話ヨーロッパの方でも話をするんですが、ごく一部から好意的な反応で、残りの大多数の著者は何が何だかわからんというような反応が多いです。なので、ちょっとめげるんですけれども、でも不思議ですけどね、中国とかインドの方からは非常になんかビビッドな反動があります。なんかこう文化的な何かあるのかもしれませんけど、で、あとアニメテッドペルソナっていうのは何なのかっていうのは、この後にまた、どう言いますけれども、まず具体的な話をした方が分かりやすいと思います。で、一つは死んだ家族に出会う体験。これはいわゆる死者との回顔体験ですが、これは世界中で報告されています。で、今、現象学の中でも、議論、これいったらどう解釈すべきかという議論が始まっていて、原始などを用いた議論があったりします。で、これは皆さんも説明しなくてもお分かりの通りですが、例えば一つの事例として、ある日本人女性は、ですね、亡くなった父親と自分がこう浴室で髪を乾かした時に目の前に父親が現れたということを、その時にすごく深い安心感があったという報告をしています。こういう報告は非常にたくさんあるので、皆さんもよくお分かりだと思います。2番目、私の体験なんですが、これはですね、私の父親が病院で亡くなったんですけど、その時に私不思議な体験をしたのは、こう、まあ、こちらはこう看病してたんですけど、亡くなったので、医師が来て、心臓とか瞳孔の検査をしたりして、ご臨終ですということがあったんですけど、終わった後ですね、
こう触ったんですけど、あったかいんです、まだね、当然で、体があったかくて、私から見たら死んでるようには全然見えなくて、本当に不思議だったのは、死亡宣告がなされてたんだけども、父親がやっぱりパッと目を開けて、こっちをこう、向くってことで、今にも起きそうな感じがしました。つまり、私の実感としては、まだ生きているとしか思えないという実感をしました。これはすごく不思議でなことでした。私個人としては父親はまだいました、そこに。このいましたってどういうことかということですね。3番目、これは父親が亡くなってからだいぶ経ってるんですけど、結構、ちょっと自分は精神的ストレスがあった時に一人で部屋にいたんですが、その時に夜なんですけれども、父親が私の後ろからやってきました。で、これはそういうふうなことを感じたということです。後ろからこうやってきて、その父親はどんな感じだったかというと、流体のような、どう言えばいいでしょうか、ゴムみたいな、なんか流体のようなものが後ろから来て、私の後ろからですね、私を包み込むように包みました。すごくあったかかったです。で、それで心としては、なんかちょっと、癒された感じがします。癒されるって変ですけど、その時自分めげてたんで、なんかこう、やってきてくる、ああ、父親が今来てくれてるみたいな。もちろん、私、何も見えてません。ただ、そういう感覚を持ったのは、明らかにそういう感覚を持ちました。事例の4番目、これも私の事例、経験なんですけれども、私、父親の形見の時計を持ってますけれども、たまにですが、こう見たときに、やっぱり単なる時計と思えないですね。なんか父親がこの時計に、とこにいるな、みたいな感覚を持つ時があります。必ず持ちませんけど、持つ時があります。その時に私は一体何を経験しているんだろうというのは、私個人的にやっぱりずっとそれは疑問に持っていました。事例の5、これはジャーナリストの柳田邦男さんがですね、ご自身の子供さんが脳死で亡くしたということで、犠牲という非常に優れた本を書いています。ご自身の体験、その中で、この柳田さんがですね、脳死状態になっている息子さんがベッドで寝転んだ、まあ、横たわっているわけですけれども、で、柳田さんという方は科学的なマインドを持っているので、脳死だから意識はないというふうに思っています。だけれども、目の前の息子さんは生きているようにしか思えないと。で、2人だけでいるときに、息子さんに話しかけるんですよね。お前どうしてうんぬんって死んじゃったんだみたいな。その時に息子が答えてくれるっていう経験をしたということが書かれています。これも非常に何ていうか、面白いし感動的な場面だと思いますけれども、ご興味がある方は、ぜひ犠牲という本を読んでいただくと面白いです。つまり息子のは脳死なので意識がないと分かっているにもかかわらず、息子と話ができるという体験を柳田さんはしています。もちろんその時に本当に音波が聞こえたわけではありません。ただ、問いかけると体全体で答えてくれたという表現をしています。ような表現をしています。で、以上が、まあなく、死んだ と思われる、あるいは死んだ人との開口体験なんですが、それ以外にでもですね、似たようなもので、人間ではないものに人のようなものが現れる体験というのがたくさんあります。事例の6、フランクルの非常に有名な夜と霧というありますよね。この中で、実はこの体験が2箇所にわたって書かれています。1つは妻と会話するシーンがあります。で、2つ目がですね、これも印象的なんですが、フランクルが収容所で、強制収容所である、若い女性と話をする。その若い女性はもうほどなく死ぬだろうって分かっていると。で、フランクルが話していると、その女性は窓の外にのマロニエの木だったと思いますけど、マロニエの木と最近は話をしてるんですと言います。で、フランクルは驚いて、どんな話をしてるんですかって言うと、その若い女性は、その木は、私はここにいる、私はここにいる、私は永遠の命であるということを語ってくれるんだという、そういうシーンがあります。これも不思議で、木なんですけども、その女性が話をしている相手は多分木じゃないんですよね。木の上に現れた何者かと話をしているという体験をその女性はしています。それをフランクルが見ている。そういうことが、エピソードが書かれています。で、事例の7、これはですね、これ、なんという読めばいいか私は書かないんですけど、ウゴ・ロン・ディオーネっていう方でしょうか。アーティストのインスタレーションが愛知トリアンナ、トリエンナーレで、ありました。私見に行きましたけど、これはすごく深い印象を私に残したので、これはまず画像をお見せしたいと思いますけど、こういうインスタレーションです。これ皆さん見て何だと思いますか？
これ今、観客いませんけど、観客はあちこちにこう私も立ってるわけですよね。これど、あのまあ、これ写真ですけど、どう思いました？これ何ですか？なんて一瞬なんか分かりませんよね。で、これについては、後ほどちょっと詳しくやります。今、ちょっとこれ見てください。見ておいてください。はい、事例の8。配膳ロボット。最近、なんだ、ファミレスに行くと配膳ロボットがこう配膳してくれてますよね。あれに人のようなものを感じて愛おしく思ったと私の知人が言ったので、それすごい面白いなと思いました。その知人は、だからロボットって分かってるんだけど、ロボットというよりもなんか愛おしいなという感覚を持ったというふうに今、その知人は博士号を持ってますので、でもそういうふうに感じたわけですね。すごい面白いと思いました。事例の9、これは皆さんは経験、これどう思いますかね。子供部屋で自分の子供がぐっすり寝ていると。で、それをこう見てるって状況の時に親が見てますね。ああ、よく寝てるかな、みたいな。その時に、そこに子供のさんのとこに人がいるって感じて、信じてますよね。ある感じてますよね。だけど、それって根拠何もないですよ。だって最近子供の突然死って突然あるから、死んでるかもしれません。実は、すやすや眠って見えて。でもそこに人がいるってありあり感じてますね。そのありありした感じはどっから出てきてるんでしょう。それはその息子さんがね、息子さん、娘さんが眠ってるけど脳の中で脳が夢かなんか見て活性化してるからですか？それ分かりませんよ。死んでるかもしれません。突然死で。でもそこに絶対すやすやと寝てるなと確信がある。その確信がどっから来てるのか。あるいはすやすやと寝てる子供っていうふうに現れとしたら、その現れはどっから出てきてるんでしょうか。これも私すごく不思議に思っています。事例の10、ペットや植物に話しかける人がいます。特に植物の場合、朝水をやりながら、今日も元気だねって話しかけながら水をやる人が、これたくさんいると思います。園芸やってる方で。何に話しかけてるんですか。植物ですよ。おかしいじゃないですか。だけど、本気で話しかけてます。それは多分植物に話しかけてるのではなくて、植物の上に立ち現れた何かに話してるんだと私は思っています。その何か、それは一体何でしょうか。で、そういうものを私はアニメイテッドペルソナというふうにして概念化しようとしています。で、アニメイテッドペルソナの概念がですね、このね、人のようなものの現れにアニメイテッドペルソナという名前を私は与えました。で、それは物体とか人間の表面に現れた私はここにいるという音波のない声として規定していいんじゃないかと思います。音波のない声って変ですけど、他の言い方でもいいんですが、ちょっと印象的な、なんか声が聞こえるけれども、音波が聞こえてるわけではない、ということです。これは柳田さんのですね、ものとか、あるいはフランクルの、ものを読んだときに、ああ、これ声が聞こえてるって言うけど、多分音波は聞こえてないだろうな。だけど声なんだろうなと思いました。アニメイトペルソナというのは、物とか人間の体に現れた音波のない声です。それを受け取ってるんだと思います。それと話をしてるんだと思いますね。で、そもそもラテン語のペルソナは仮面の意味なんですが、この辺もちょっと思想史の話なんで、あんまりや、まあ、もう今回飛ばしますけど、思想史的にもちょっと面白い声ではってんです。で、実はですね、そのペルソナっていうのは、英語で言うとパーソンですが、いわゆる人格ですよね。で、人格っていうと、西洋哲学では、人格っていうのは、自己意識があり、理性があって、まあ、自由意志も持ってるっていうことが基本として今まで考えられてきました。ところが、これがまあ西洋のペルソナ・パーソン概念の基本なんですけど、これに反旗を翻した哲学者がいて、それが和辻哲郎です。で、和辻哲郎はですね、メントペルソナという35年、第二次大戦中ですかね、非常に古いものですが、非常に面白いエッセイを書いています。それは彼はですね、舞台上の能役者、これですよね、能面をつけて、これ舞を踊るわけですけれども、舞を踊ったときに、観客から見たときに、この面の上にですね、あるペルソナが出現しているということになるんじゃないかという話を、和辻はしています。で、ここですごく面白いのは、この和辻は面の上に現れたペルソナ、人っていうのは、この能役者のペルソナじゃないですよ、全然。だって、これ例えば、これ見てわかるように、これは女性です。ここで舞を舞ってるのは女性のはずです。で、舞を出す、舞、あの、
能力者は男性ですよね、この場合。ですから、男性の自己意識とかなんかはこの顔に現れたわけじゃないです。で、これは能のストーリーの中で、昔々死んで、無念のともに死んでしまったある女性が、今、亡霊、霊となって現れて、そしてここで舞う、舞を舞うわけです。そういう話なんですが、ですから、この面の上に、その舞を舞ってるときに、面の上に現れてるペルソナは女性のペルソナです。で、これはですね、何に現れてるかっていうと、能面という木でできた物体です。これ木です。自己意識はその木には存在しません。ただ、能役者がこう動くことによって、舞台上でですね、その単なる木の表面にペルソナというものが現れるんだという指摘を、ワツジはこの、エッセイで行っています。で、ただですね、これ私すごく画期的なことだと思いますけれども、ワツジは、これ以上彼はこのアイデアをおそらくですが展開していません。彼はこの後倫理学という本を書きますが、その本ではこの話題は展開していません。なので、つまりこれどういうことかというと、このエッセイのポイントというのは、ペルソナ、つまり人のようなものが現れるためには自己意識も理性も不要なのではないかという含意があります。で、これはですね、西洋の人格概念への根本的な異議申し立てとして、今から振り返れば見ることができると思います。で、そのアニメテッドペルソナの概念の意義はですね、生身の生きている人、ここに今いる何十人かの人みたいな。生身の生きている人を基準として人を捉えるという西洋の人格論ではなくて、死者の現れとか物体の表面に現れた人というような、いわゆるこのマージナルのね、ようなそういう現象を基準として人を捉えるという概念だと思います。そこがおそらくユニークなところだと思います。つまり、目の前の人間の内部にある自己意識とか理性が重視される人間観から、目の前の人間とか、物とかね、表面に現れた人のようなものが重視される人間界への変更ということが、この概念によってこう含意されていると私は思っています。論文の中ではこれを背面性に対する表面性の優越というふうにして、というふうに名前を与えました。でですね、なので、繰り返しっぽくなりますけど、目の前のアニメイトとペルソナ、人のようなものっていうのは、その背後に自己意識や理性が潜んでるから現れてるわけではありません。そうではなくて、それは、そのペルソナが表面に現れるところのものや人間の囲む人間関係とか、あるいは文脈とか、この文脈にはさっきの脳のストーリーなんていうのが入ると思うんですね。その文脈とか、広い環境だとか、あるいはその受け取ってる人、あのこう見てる人間が持っている信念とか、なんかそういうもの。によってアニメイトされるから出現する。アニメイトって活性化されるから。アニメのアニメですね。アニメーションの。だから出現する。つまり、アニメ、ペルソナ、人のようなものが、こう、目の前に現れてくるというのは、その背後に自己意識、理性があるからではなくて、それを包むものが活性化させるから、そこに活性化されて、ある人のようなものがあるものの表面に現れる。そういうものを、があるんだということを多分認めざるを得ないんじゃないかというのが私の主張です。はい、で、例えばですね、いろんなものによってアニメートされるわけですね。さっき父親が亡くなった女性がある晩に髪を乾かしてやったら父親が現れたっていう。で、その女性にも言っただけ、書いてましたが、やっぱり父親が死んだことはすごくなんかこう納得できない無念で、もう一回戻ってきてほしいと思っているっていう。そういう心理によってアニメートされるということはきっとあるんだと思います。あるいは、今のノードババイとか、物体が、人がいるように見える場合というのは、物体の光の当たり方とか、音とか、そのなんか物体のが出す音、よくわかんないですけど、その場の雰囲気とかにアニメートされて現れる。その場の雰囲気、例えばさっきの、インスタレーションなんか、そういうことがあると思いますが、あるいは舞台のストーリーによってアニメートされる。あるいはこういう状況の場合、そこにあるのは人間であるという常識とか信念によってアニメートされるというさまざまなその物体や人間の体を包むいろんな次元のものでアニメートされて現れるという、そういう、何者かっていうことを認めざるを得ない、それをアニメートでペルソナというふうに概念化してみましたということです。
で、実はですね、この話が実はもう一つ面白いのは、私が今まで言った話っていうのは、死んだ人間とかロボットの話までしないか、物体とか、ペットとか、そんなこと言っていましたけども、これは生身の人間でも同じさことは作用しているというのが私の、もう一つ言いたいことです。で、例えば皆さんも今、私今喋ってるから見てますよね。で、ここになんか、人のようなもの、現れてますでしょ？ここに、私今喋ってるここに。これなぜですか？だって皆さんが私の中に自己意識とか理性があるって確認できませんよ。全然。だって私ロボットかもしれないしね。なんかパカッと言ったらここ今まで喋ったやつ全部テープレコードに入ってここに入ってますよね。自動再生されたかもしれませんよ。されてるかも。でも今まで何十分か私の話を聞いてくれた皆さんはここにある人が現れてるってもう確信してましたよね。これどうしてなんですか？それはこの私のこの体の表面にアニメ私のアニメイテッドペルソナが現れてるからだと思います。と私は思っています。ですから私の体の表面に現れて皆さんが感知したアニメイテッドペルソナと私のこの中にある自己理性や自己意識や理性的存在っていうのは私は切り分けるべきだと思ってますね。分けないといけないと思っています。で、つまりそのアニメイト、もう一回言いますけど、アニメイトってペルソナの話は、なんかこう、マージナルなとこから話を始めましたけど、そういう物体とか死んだ人とか、植物、動物、ロボットとかっていう、そこだけの話をしてるわけじゃなくて、そちら側を基準にして概念を立ててみれば、生身の我々の人間だって同じことが当てはまってるっていうことを私は強く主張したいと思います。で、これが一般に他人の心と言われているものの本質であると私は今思っていて、その意味でアニメイトペルソナっていうのはこう生きた人間同士の間で哲学的に問題を立てられる、いわゆる他我問題というものに一つの答えを与えるものだと思っています。つまり人間の場合でもアニメイトペルソナの裏側に何かの心的実態を想定する必要は実は全くないんだというふうに考えて構わないと私は思います。で、アニメイトペルソナっていうのは言語ゲームでもっていうのは何をもってそれを書いたのかちょっと分かんないけど、平行性でもなく、心っていうのは平行性だって捉える考え方がありますが、私はそれはちょっと反対したいですね。また、身体の中に隠されたなんかの心的実態の反映映像を見ているんじゃなくて、私が目の前の身体の表面に本当に直接知覚してしまっているものが、アニメイトとペルソナというものだろうというふうに、思っています。また後に議論になるかもしれませんけど、現象学も他人の感情を直接知覚できるっていう立場が多いと思いますけれども、これともまたちょっと違います。現象学はこう感情の話をすごくしますけれども、私は全体的にそうだということを言いたいので、ちょっと違います。で、この話を、あとさっきの、マネキンというか、これですね、このインスタレーションでもう一回ちょっと話をしてみたいと思います。で、実際ですね、私これ、愛知トリエンナーレでこう行ったときに、最初見たときに分かりませんでした。これ一体何なのか。これすごくよくできていて、例えばこの真ん中にいるこいつとか、これとかね。本当にこれ人かと思ったんですよ。顔白く塗って。でもこれ全部人かなと、ちょっと分かんないなと。ここでこう、会場こう歩いて、見てるんですけど、だんだん分かってきたというか、私の気持ちとしては、いや、これ人間じゃないね、全部マネキンだなと思いました。だけど、そこで話は終わらずに、だけど、こうやって見てると、でもこの中に、生身の人間が一人ぐらい混じってる可能性があるって思ったんですね。だから、これ全部マネキンやんとかって歩いてると、目の前にこれが、突然、にょきって立ち上がるかもしれないと思いました。そのぐらいリアルでした。で、その時怖くなりました。というのは、なんで怖いかっていうと、目の前にいるのは全部マネキンかもしれないけど、ひょっとしたら人が何人か混ざってるかもしれないと思った。すると、目の前ではこれマネキンだよねと思ってても、実はこれ人かもしれない。と思うと、目の前のマネキンだと思って見てたものが人に見えてきました。私はですね。で、マネキンの表面に人のようなものが現れたり消えたりっていうのを始めました。マネキンってなと思えるけど、いや、人かみたいな。かも、みたいな。そういう非常に私は不思議な体験をしました。で、私はこれがアニメイトとペルソナの体験だったと思います。私、自分にとっては。で、
で、この時に現れたものがアニメイテッドペルソナであると言うんですが、それは一体何なのか。まずですね、そのアニメイテッドペルソナって主観的な世界への現れです。ですから私が、これ人間かもしれないと思ったら、ああと思って、人が、これ人だろうと思ってる時に、隣で見た人は、こんなマネキンじゃんって普通に思ってる可能性ありますよね。ですから、アニメイトとペルソナの現れというのは客観的な現れではありません。主観的な現れです。ですから、こそこれは現象学のテーマになるんだと思います。つまり、主観的世界の普遍的構造を解明するという、非常に良い素材になると思います。で、この今の、インスタレーションの場合は、アニメイトとペルソナっていうのは、そのまさに白塗りの道化師の顔とか、生きている人間そっくりの姿勢。で、何の説明も書かれていない展示室、他の観客たちの不安そうな表情などによってアニメイトされて、目の前のマネキンの表面に現れました。これ私の目から見てってことですね。でも非常にありありと現れました。で、ここは今書いた言ったように、マネキンだろうというふうに、だんだん思っていくんだけれども、人のようなものっていうのは私の前から完全に消えることはありませんでした。で、この時ですね、私はこの人のようなものは目の前のマネキンの表面にあるというふうに知覚していた、いました。ここはすごく大事なところです。というのも、もしですね、その、ま、あの目の前にこれマネキンやろうなと思っても、いや、これ人かもしれないと思った時に、人かもしれないと思った時は、多分人のアニメイトとペルソナが私は知覚しているわけなんですけど、その人が、表面に現れていないとき、もし私が思ってるとしたら、私はどう思ってたことになりますか？その人がこの目の前の物体の、人型物体の中にいると思ってることになりますよね。つまり、人のようなものがマネキンの内部にあると知覚していたことになる。つまり、私は誰かがそのマネキンの内部に閉じ込められてると思ったら怖くなったに違いないと思います。つまり、もう一回言うと、もしアニメイトでペルソナがマネキンの表面に現れているわけではないとすればですね、じゃあ一体私は何を知覚したんだよって言うと、中に閉じ込められているものの現れを知覚したことになります。理屈はそうですよね。だとしたら私のその知覚も、このなんかマネキンみたいな物体の中に人が閉じ込められてるよみたいな、エドガー・アラン・ポーの人間椅子みたいな感じ、なんか人が閉じ込められちゃってるよみたいな風に怖くなったはずだけど、私の怖さはそういう怖さではなかったです。ということは、この怖さはやっぱり表面に現れたものの知覚から生まれた怖さだというふうに私は思います。はい。表面のみに現れてた。ですから、そのアニメイトペルソナっていうのは、目の前のものや物体の表面に現れて、私を感情的に刺激したり、行動を誘発したり、怖がらせたり、安心させたりするっていう、そういう現れであろうというふうに思います。ですから、さらに言うと、アニメイトペルソナというのは、隠されたさらに重要なものが表面に反映してできた影ではないという、こういうことになると思います。これは結構決定的なことじゃないかと思うんですが、我々って、特に近代的な人間観ってそうですよね。表面の、例えば人間がいたとして、いやいや、この人間の本質はね、表面に現れたものじゃなくて、内面だよっていうのが、近代的な人間観じゃないですか。我々は中高を通じてそういうことを教わってきましたよね。内面が大事って。これと全く逆のことを言っています。アニメイトとペルソナっていう内面にあるものが表面にこう反映されたり反射されたりにじめてたりして、私が経験しているものじゃありません。最初から表面にいる露出しているものです。最初から。はい。というような概念化を私はしています。で、以上はさっきも言ったように、目の前の生身の生きた人間に対しても当てはまるわけで、これさっき言った通りですね。で、私の目の前になんか生身の生きた人間がいるときに、もし私がそこに人がいるとこう知覚したとしたら、それは私がその生きた人間の表面に、その人のアニメイトとペルソナを知覚しているからだという説明が可能だと私は思います。で、その時のアニメイトとペルソナは、ここに書いて、いろんな表情、佇まい、会話とか、こういう存在は人間に近いない、云々などによって、アニメイトされ、活性化されて、その人間の表面に現れる。そういうことになっているのだろうと思います。だって我々こう集まった時に、いちいち、なんか、その人の中に本当に自己意識があるのかって、こうやって、叩いたり、なんか、瞳孔にこう、光当てたりしませんよね。
ね、そっか、人が、友達が入ってから、やーとかやってますでしょ。何のチェックもしてないのに、それが、その、やー入ってきた友達の体の中に、なんかちゃんと、あるプロ、精神プロセスが働いてるかどうかっていう、チェックを何もせずに、やー、こんにちは、どうだったとか話してますよね。その声かけてる相手って何ですか？その声かけてる相手はやっぱり、そこに身体のように現れてるからでしょう、何かが。それを私が直接知覚してるからですよね。はい。という、そういうふうな説明方式で分かるようなことがあるんじゃないかということですね。で、ここから、ちょっと込み入った話になりますけれども、このね、このアニメイトド・ペルソナの話と、よく哲学の他我問題、いや、他者問題でよく話題になるような、目の前の生きた人間の身体の内部から世界を認識するもう一つの認識主体が開けているっていう、その話っていうのは、とりあえず私は分けといた方がいいと思ってます。で、つまり、た方がいいと思う。つまり、ですね、もう一回言いますけど、アニメイトドペルソナっていうのは、ある種人型身体で、人じゃなくてもいいけど、物体や人型の身体など表面にペルソナ、アニメイトとペルソナというものが現れて、私はそれを直接知覚しますという話ですよね。で、ここで今言ったのは、それと一応また別個の話として、目の前に人がいたときに、その人っていうのは、その中になんかもう一つのなんか知覚主体みたいなやつがあって、それは例えばその人の目を通じて世界を認識している、その認識のその開けの原点みたいなやつが、ここにあるんだって話があります。これは一応分けないといけないというふうに私が思っているということです。その上で、ちょっとこれ細かい話ですけど、すいませんけど、一応言えますけど、目の前にそういうもう一つの認識主体があるはずだっていう信念がですね、その目の前の人間の表面にアニメイトペルソナが現れることをアニメイトしているってことがあると思います。つまり、目の前の身体に一つの世界が現れているっていう私の思いがアニメイトとペルソナの出現をトリガーになるっていうことはあると思います。はい、で、他方ですね、目の前の人間の内部に認識主体があるはずだという信念を持ちつつ、同時にその人間の身体にアニメイトとペルソナが現れないというケースがあります。これ逆なんですけど、これは後にもう一回述べます、その時に。はい、で、さらに言うと、目の前の人間の内部に認識自体はないという信念を持ちながらも、その人間の表面にアニメイトとペルソナが現れるケースもあるんだって、これは脳死の子どものケース、さっき柳田邦男さんのケースがこれだと思います。で、なので、目の前の人間の内部に認識主体があるかどうかという論点と、その人間の身体の表面にアニメイトとペルソナが現れているかどうかという論点がシャープに切り分けるべきであるというのが私の主張です。この切り分けが現象学では曖昧になってたんじゃないかなという気がしますので、これはまた議論できればと思います。で、この発展はロボットの意識の問題にも適用できると思います。後で言います。で、あとですね、言いたいのは、ことは、いろんなところにアニメイトドペルソナが現れるわけで、生きた人間に現れたアニメイトドペルソナ、マネキンに現れたそれ、遺品に現れたそれ、環境中に現れたそれっていうのは、全部質は違います。全然質は違うけれども、カテゴリーとしては同じものに、同じアニメイトでペルソナという一つのカテゴリーに全部所属していると私は考えています。なので、そうか、それ、図を見せたかったけど、それもちょっと後ですね、図は。で、その、一覧表を見せたいんですが、その前に一つ倫理の話をしておきたいと思います。例えば、過去のですね、昔の奴隷と主人の関係というのを想像してみましょう。主人は奴隷を所有しています。何をしても構いません。労働に酷使して、殺しても構わないという状況をちょっと想像します。この場合ですね、主人は奴隷と会話することができますよね。知的な会話、お前あそこに行って、なんとか何ヘクタール買ってこいとか言って、はい、はいとか行きますよね。会話できるけど、この主人から見て、むちゃくちゃ酷使している場合は、このアニメイトドペルソナはこの奴隷の身体には現れてないだろうと思います。主人の目から見たときに、それは人間のという生物ですが、ほとんど機械と一緒、生物機械として見えてるだろう。思います。単なる人間の形をした生物機械に過ぎない。はい、今度は、ちょっと別のケースを考えます。これも時代的には同じで昔の話ですが、奴隷を鞭打って楽しんでる主人って今よく映画とかで描かれてますよね。私見たことないですけど、きっとあったんでしょう、そういうことは。
奴隷を鞭打って楽しんでる主人のケースで、打たれ、鞭打たれて奴隷が痛いとか叫んで苦しむのがすっごい見てて楽しいみたいな、そういうサディストの主人を考えてみましょう。この場合ですね、この主人から見た場合、アニメイトドペルソナは奴隷の身体に現れてると思います。この場合は。上とは違って。で、現れてるから、鞭打ちが楽しいんだと思うんですよ。現れてなかったら全然楽しくないと思いますよ。それだって機械を壊してると一緒なんで、パソコンを解体してると同じことですよね。で、例えばこの例はどうですか？収容所にある某国の収容所に難民が入ってて、暴力的にひどく扱われてると、これ日本という国なんですけど、あなたが見ているとします。で、もしあなたの目から見て、その収容所の難民がですね、の体にアニメイテッドペルソナがもし現れてなかったとして、あなたがまた見学に行ってるとかね、そういう場所、時に、つまり、人型をした物体が雑に扱われてるというふうに、しかあなたに見えなかったとしたら、あなたはその扱いを止めようとしませんよね、きっとね。うん、なんかここで人たちは、人型物体は雑に扱っとるなって見てるだけですね。で、もしあなたがサディストでないとして、もし彼らの難民の人たちの、体にアニメイテッドペルソナが現れよう、あなたたちがもし皆さんが知覚したとしたら、やっぱりあなたたちはですね、皆さんは彼らの身体から私はここにいるってなんかような音波のない声を聞いちゃうと思いますよね。そして、なんとかその暴力をなんか止めたいっていう気持ちは出てくると思うんです。あ、ちょっとそれやめてみたいな。やめませんかみたいな。やめませんかって思わず言いたくなるのは、見てる我々が、サディストではなく、かつその難民の物体に、難民の体の表面にアニメイトドペルソナの声を聞いちゃったからです。で、つまり、以上のような想像から分かることというのは、アニメイトドペルソナからはこんな声が発せられているんだ。つまり、それは、私はここにいる、だから私を殺さないでくれ、私を傷つけないでくれ、私を見捨てないでくれという声が聞こえてるんだと思います。つまり、アニメイトとペルソナとは何かっていうと、こういう声だと思うんですよ。うん、さっきから言ってるように、なんかこう、物体に現れた場合とか、なんかアニメイトとペルソナが、能面に現れた場合もそうだと思いますけど、音波のない声が聞こえてるって言いましたよね。じゃあ、どんな内容の声ですかって、これだと思います。私はここにいる。だから、殺さないで、傷つけないで、見捨てないで。これがアニメイトとペルソナの本体だと私は思います。で、目の前にアニメイトペルソナが現れるっていうのは、こういう声を私が聞き取ってしまっちゃうってことだと思いますね。うん、で、サディストの、主人が鞭打ちをなぜ楽しめるかというと、こういう声がありあり聞こえるのに、それを無視するのが楽しいからだと思います。私を傷つけないでくれって言ってるのを傷つけるのがむっちゃ楽しいじゃないですか、私がサディストだとしたら。何の声も聞こえてこないのに、こうやってやって殺しちゃうっていうのは、分解してると同じですよね、パソコンとか。ロボットとかなんとかね。はい。全く楽しくないと思います。で、将来の娯楽として、ステージ上でいかにも人のように見えるロボットを人間が破壊するショーっていうのは多分出現すると思います。で、ロボットがいくら泣き叫んで、やめてくださいとか言っても、無視して、鞭打って壊していくようなエンターテインメントショーっていうのは多分出てくると思います。許されるかとか知りませんけど、なんか私知りませんが、SF 映画ではこれ描かれてるそうですね。話を私聞きました。このようなショーが成立するってことは逆にですね、アニメイテッドペルソナがロボットや人形にも現れうることを示していると思いますし、アニメイテッドペルソナからさっき言ったような声が発せられてるっていうことの傍証になるんじゃないかと思います。で、ただですね、アニメイテッドペルソナからそういう声が聞こえたとしても、それだけに基づいて、その物体は基本的人権は多分持たないだろうと思います。ここはまた皆さんで議論したいですが、ただし、倫理的な配慮が要請される可能性というのはあると思います。ここは非常にヘビーな議論が必要な論点だと思っています。で、と同時にですね、アニメイトとペルソナが全く現れてないような人間、生きてる人間、例えば昔のさっき言った奴隷みたいな、にも現代としては当然基本的人権を有していると、すべきであると思います。でですね、以上、いろんな事例で話をしましたけど、それを、一覧表にまとめました。で、これちょっと今、パッと見ていただけると、私の言いたいことは大体読み取れるんじゃないかと思いますが、まずこの左側のこの列は、これ人間ですね。こっちは人間じゃないもの。
で、上の横の行を見ていただくと、上はですね、アニメーテッドペルソナが現れて、それと客観的な会話ができるようなアニメーテッドペルソナの例が一番上です。2番目は主観的な会話ができるのが2番目。主観的というのは、隣の人には何も声聞こえないんだけど、私は会話できちゃってるよってやつですね。3番目はその会話が潜在的になってる場面。上から4番目は、ペルソナ現れてるけど会話はないっていうのが4番目なんです。で、ここで、その下はアニメとペルソナが現れてなくて、だけれども、まあ、潜在的に、あるいは直接的に会話ができる。下は会話も現れないし、アニメとペルソナも現れてない。そういう、こういう、あれです。これまた後ほどディスカッションの時に、この図はまた出しますので。はい、それでですね、ここでいろいろ言いたいことは、オレンジ色の世界、これがアニメイテッドペルソナの世界、ここ。これがアニメイテッドペルソナの世界で、これは人間だけでなく人間以外にも広く広がっています。で、ここから下がですね、アニメイテッドペルソナじゃない世界です。ですから、で、そのオレンジ色のアニメイテッドペルソナの世界に現れるいろんなものは全て一つのカテゴリーに属しています。それはアニメイテッドペルソナというカテゴリーです。質は違います。いろんな質が違いありますけど、カテゴリーは同じである。これですけど、西洋哲学では今までは重要なラインは人間か人間以外っていうところに控えてきました。つまり今までは、このラインの左があるものはこのラインの左側なんですか、右側なんですかっていうことはすごく重要視されてきました、西洋哲学では。ところがアニメイトド・ペルソナの、考え方を持つですね、このラインよりもこの横のライン、ここのラインの上ですか下ですかっていうことの方がもっとより重要です。ですから、そのラインを引き直されなければいけない。つまり、さっきの縦ラインじゃなくて、横のラインに引き直されなければならないというのが私の主張です。で、以上が2003年論文の概要です。すみません、あと15分ぐらいよろしいですか。はい、はい。で、ちょっと手間取りましたけど、で、これからは今日のために準備してきた、この後の発展、なんですけども、まずこれ見て皆さん、何だと思いますか？こちらに何かが向かってきてますよね。これ何が向かってきてますか？ちょっと皆さん今答えをパッと出してください。頭の中で。これ何が来てますか？こっち。皆さんいろんなことを今、非常に複雑なことを考えられたと思います。まずは、まあ、大きく3つぐらいの考え方がある。1つは、ピカチュウがこっちに向かって歩いてきてるというのが1つですね。こういうふうに見られた方もいると思う。2番目、ピカチュウのかぶり物を着た人間がこちらに向かって歩いてきてるというのは2番目の見方。3番目の見方は、ピカチュウのかぶり物で覆われたロボットが手足を動かして全身運動してる。これは3番目の見方。で、これ全部違いますよね。で、この場合、まず1番目というのは、ピカチュウという質を持ったアニメーターのペルソナが現れている、まあ、歩いてきてるっていう知覚を皆さんがしたんだと思います。2番目を取った人は、ピカチュウの被り物を着た人間という質を持ったアニメーターとペルソナが歩いてきてるという知覚をしました。3番目はアニメーターとペルソナは現れていません。なんか、こんな動作をしてるみたいな。で、かつこれらの3つの見方は、刻々と変化し得ると思います。つまり、最初はピカチュウが歩いてきてると思ったけど、もうちょっと見てる。あ、これ、やっぱり人間だろうなと思ったり、またまた戻ったり。これ実はこれロボットじゃないと思って。つまり、そのアニメイテッドペルソナっていうのは結構この見え方がこう右に行ったり左行ったり、こう、すごく揺れ動くと思うんですね。で、これは私、昔脳死の研究をやってましたけど、脳死の娘を見守るある両親の手記がありますが、そこにも同様の現象が書かれています。この両親は脳死は人の死でないと考えていましたので、脳死になった娘さん見ても、娘生きてるっていうふうにまた看病してるわけなんですが、その時に彼らの手記を読むとですね、ベッドに眠ってる脳死の娘は、脳死にもかかわらず生きているっていう記述があるんですが、同時に生きているはずの娘が、この体のどこにもいないって気がするっていう記述もあるんですね。つまり、娘さんのペルソナが現れてる場合と、どっか消えちゃった場合っていうの、両方の体験をこう交互にしています。非常に印象的なんですけれども、これもすごくよく似ているんじゃないか。これはウィトゲンシュタインの哲学探求から、ウサギアヒルの図なんですけれども、
これのような一種の、これゲシュタルト性ですよね。ウサギに見えたり、アヒルに見えたりするわけなんですが、こういうゲシュタルト性っていうのが、アニメイトペルソナの我々の根源的な状況であるというふうに、私は言えるだろうと思っています。これは、どっちにも見えますよね。これ、周りにウサギばっかり置くとウサギっぽく見えるし、周りにアヒルばっかり置くとアヒルっぽく見えたり、いろいろするんですけども。で、なぜこういうゲシュタルト性がアニメイトペルソナの根源的な状況になるかっていうと、さっきも言ったように、アニメイトペルソナっていうのは、その背後に存在する何かの本質的実在の反射的な影じゃないからですね。つまり、アニメイトペルソナの現れをちゃんと仕切ってくれるなんかボスみたいなやつが背後世界にいるわけじゃないので、すごく揺れるんだと思うんです、我々が。今すごい感覚的な言い方しかできませんけど。だから今表面に現れているものが全てなので、だから環境が変わるともうガラッとか、ペルソナの見え方が変わっちゃう。それは我々の揺らぎを背後から制御するものが存在しないからだと言えると思います。で、アニメとペルソナは3つの特徴があるのかなと思ってて、1つは今言ったゲシュタルトスイッチ、これが1つの大きな特徴です。で、2番目としてオートマティックダンシングというのを今私考えてますが、これは何かっていうと、アニメイトとペルソナの出現とか消滅をですね、その背後で特権的に操っている存在や実態はありません。で、アニメイトとペルソナは対象物とその環境や文脈などとのリアルタイムの関係において自動的に現れたり、他の質を持ったアニメイトとペルソナにスイッチしたりしますよね。その環境文脈っていうのは私の心の中も含みますけども。なので、誰もコントロールできてないんです、多分。何ものをコントロールできないし。で、これって何に似てるかっていうと、ペアダンスに似てるから。社交ダンスとかフィギュアスケートのペアみたいな。つまり、知覚するものと、そのアニメイトとペルソナが現れる目の前の物体とか身体とかの間のオートマティックダンシングによの結果として、アニメイトとペルソナが現れてくる。そういう、これ今図にしましたけど、これは、どういう図かというと、知覚自体がある、私、上に対象があると。で、この間にですね、いろんな下から上、また上から下、こう矢印が、上、で、まず対象の、背後にある外的文脈や環境っていうのは、こう右に書いたような、関係の歴史性だとか、環境要因、姿、形、雰囲気、動き、表情みたいなやつが、対象の背後の環境文脈になります。同じようなものは実は知覚主体の背後にもあって、これは内的文脈環境ですが、例えば記憶とか願望とか、例えば亡くなった父親、子供、戻ってきてほしいっていう願望があると、やっぱり現れやすくなるかもしれませんね。恐れたとか、期待、安心感などのような内的文脈環境というのは、この背後にそれぞれあって、これらがですね、この場所にこう、働きかけることによって、まず対象から知覚主体に向けてはですね、いわゆる現象学とかでいう誘引ってやつですね、ソリステーションってやつが、力の働きが及ぶと思います。だって、それ例えば、トリガーになるのは人間の姿にそっくりなマネキンだとか、父親の遺品だとか、いろんな文化的意味だとか。で、知覚主体から対象に働きかける力としては、いわゆるプロジェクションとかエナクションとかやつですね、こちらから例えば私がこれに向かって、今日君おいしいねみたいな話しかけることによって、これがアニメとペルソナがこの上に現れやすくなると思います。だからそういうこちらからの話しかけとか、祈るとか、祈りっていうのもすごくあると思います。あれ、凝視するとか、あれ、意味やストーリーを付与する。そういうような働きかけ。この両方が相まってですね、この対象の下にちょっと、なんか見えにくいですけど、グレーな領域がありますが、対象の表面にアニメイトでペルソナが出現してくるというですね、これがオートマティックダンシングというメカニズムの一つとして見ていいんじゃないかなと思っています。で、オートマティックダンシングの2段階がきっとあるかなと。で、段階1としては、対象の側からの誘引と私の側からのプロジェクションとエナクションの間でダンスが開始される。で、アニメイトとペルソナが現れます。そして第2段階としては、この現れたアニメイトとペルソナと私の間でダンスが引き継がれていくということがあるんだ。これ柳田さんのその脳死の息子との会話というのは、第2段階まで行ってますよね。お前どうしたんだ？なんで俺より先死んじゃったんだって。こうに書くと本当に柳田さん言ってるんですよ。すると柳田さんって個人には、なんか
子供さんが脳死なんだけど、実はねって言って、こう、喋ってくれたっていう実感を持ってるわけですよ、凪田さんはね。あ、そうか。この話、実は結構深いのは、柳田さんの脳死になった息子さんっていうのは、自死されてるんです。だから父親にとってはすごくきつい死に方してるんですよ。その原因っていうのは、やっぱ父親は思い当たるわけですね。それ柳田さんは赤裸々に書いていますけれども、やっぱ思い当たるわけですよ。息子さんが自死されたっていうこと、理由まで。やっぱそれ問いかけたくなる。すると、あの時はって答えてくれたように気になるというですね、そういうのをされ、そういうような、経験をされています。これはもう第2段階。で、この話っていうのは実はその妄想とかですね、幻覚の構造と似てるような気がしますね。妄想や幻覚、最近これも現象学。いや、まあ、でも、心理学でも議論されてるところだと思いますが、似てるなと思うけど、やっぱり違うような気もするんで、これはちょっと将来的な研究がいるなと思います。主観的世界から見たときに、このダンスは、オートマティックダンシングは宇宙全体にまで広がっていると知覚されることもあると思いますよ。宇宙全体が今私に何か声をかけてくれたみたいな。主観的にはそれはそうなることはあると思います。客観的に見たときには、このオートマティックダンシングは見えません。ここ面白いところですね。見えないから無意味だとは当然言えないわけです。で、3番目がペルスダレイヤーの効果というやつで、これは何なのかというとですね、アニメイトとペルソナが現れるって言ったんだけど、じゃあ因果関係はどうなってるんだって、この話が最後です。アニメイトとペルソナが現れるって言ってますよね。どっから現れたの？因果関係はどうなってるの？アニメイトとペルソナが現れたその直前には何が起きてるのとか、能面にアニメイトとペルソナが現れたっていう時、なんかその、能面の、木の物質かなんかから化学物質が出てアニメーテルペルソナになったんですかとか、そんな疑問が起きますよね、素朴に。で、どうなってるんだ、因果関係はどうなってるんだという疑問が当然起きるわけです。で、環境や文脈がアニメとしてそういうものが出現すると私は言ってるんですが、何を素材としてそれは出現してるのか、物や情報の組み合わせパターンとして出現するのか、それとも無からの創発なのかとか、いろんなことを思いますよね。で、私、今んとこ考えてるのは、主観的世界にこう出てくるものなので、宇宙大に広がって、すでに存在するポテンシャルとしての、ペルソナレイヤーっていうレイヤーがあるって考えるとどうでしょうと思ってます。レイヤーって、層ですよね。こう、地層みたいなやつ。で、そういうものが、実は、潜在的に、主観的世界には存在する。で、それがアニメイトされて、知覚世界まで降りてきて、アニメイトとペルソナとして知覚されるのではないかというようなことを考えていた。それを図で書くとこんな感じです。つまり、これ、分かりにくい図ですいませんけれども、なんか、私から見た、主観的世界、かなり広く外側に広がっている主観的世界と思っていたので、知覚される世界はここから下のところで、この赤いやつは物のレイヤーです。これは見えますよね。触れますよね。ただ、知覚されない上、できないアニメイトとペルソナのレイヤーっていうのに、潜在的にアニメイトとペルソナみたいな大きなやつが1個ボワーンとこうあって、これが様々な環境や文脈によって、アニメイトされると、上からですね、ちょっと雲みたいなやつですね。雲からなんかこう、降りてくることあったってあるでしょ、なんか雲が降りてきて、竜巻みたいな、降りてきてシューって、そんな感じで地上に降りてくるみたいに、こう、このレイヤーからこう降りてくることによって、物のレイヤーまでこう入ってきたときに、このときに例えば、能面の表面にアニメートペルソナが現れたというふうに私は近くして、絵は何かっていうと、物のレイヤーに降りてくる、来なくても知覚できる領域に入ってきた場合、知覚できる。それは例えば最初に言ったような、浴室で髪を乾かしているときに父親が目の前に現れましたって言ったときには、その父親は別に何かの物の表面に現れているわけではなくて、ある種環境中に現れているわけですね。ですから、そういうのはこの A のああいう形になってるんじゃないか。つまり、ペルソナレイヤー効果モデルっていうようなことで考えると、なんかこう、因果関係なんじゃなくて、すでに潜在的に存在するものの実現体として考えれるんじゃないかみたいなことを今考えています。これまだ考えていますぐらいの段階ですけど、皆さんどうお感じになるでしょうか。つまりは、
新しい因果関係で創発されるわけじゃなくて、潜在性として存在するものが実現体となって現れたのかな。で、これは実は降霊に似てます。降霊ってありますよね、オカルトの世界で。これよく似てるなと思って、つまり逆に言うとですね、このアニメートとペルソナの話っていうのは、従来はオカルトだとか、あるいはお化けだとか、幽霊だとかっていうような言語によって長く長く語られてきたものだと、と言ってもいいと私は思っています。それを今別の、私は語り方っていうものを今提案していて、そしてそれといろんいくつかの学問を結びつけようとしていると言っても構わないと思います。で、これはね、直感的に皆さんも思ったと思いますけど、降霊っていうとオカルトじゃないですか。なんかエクソシストみたいなやつ。日本とかだったらお化けですよね。こんな話を私がしているように思うので、私の話が一般的にヨーロッパのアカデミーでは受けないっていうのは、なんか日本から変なアジア人が来て、お化けの話してたよみたいな、そういうふうに思ってるのかなと思ったりもするんだけど、まあよくわかりません。あとは最近話題はパンサイキズムっていうのがありますが、それと接点があるように見えるんですが、やっぱり大きな違いがありそうで、パンサイキズムは私まだちゃんと研究してないので、研究したいと思っています。だから、そうか、まだあったんだ。すみません、最後、ピカチュウ最高で。で、ピカチュウが目の前にいますよ、さっきの。この時にピカチュウの表面に現れたアニメーターとペルソナと、ピカチュウの身体の内側から世界を見ている主体っていう2つの存在が想定できますが、この2つは別個です。でね、具体的に、例えば、可愛いピカチュウが目の前に、ぬいぐるみでいいんですけど、あったとしますよね。見てて、あ、可愛いなと思って。見てたとしたら、突然そのピカチュウの目がギョロッとかって動いて、こっちを見たっていうことがあるとしますよね。その時、私は絶対ギョッとしますよね。ぎょっとしたときに私はどう感じるかっていうと、おそらく私はピカチュウに凝視されたって思うと思います。でもこれすごい不思議な体験で、でピカチュウぬいぐるみで、こうやってぬいぐるみ頭を開けたって、なんか綿が詰まってるだけで何もないわけですよ。ピカチュウに凝視されたってどういうことでしょうか。で、これはですね、こんな図で考えてみたい。つまり、ピカチュウのアニメーテッドペルソナっていうのは現れますよね。で、さっきの、写真、前に見せた写真だと、ピカチュウの被り物を着た人間のアニメイトとペルソナも現れて、ロボットとして見えたとしたら、それアニメイトとペルソナ現れてないと言いました。で、それらがですね、それぞれ私の方をギュッてこう凝視したときに、こうまず2番目からいくと、2番目のような知覚を私がしていた場合には、多分私はピカチュウ、ごめんなさい、被り物の内部にいる人間が、ピカチュウの目を通して私の方を凝視したっていうふうに知覚するんじゃないかと思います。で、この1番目はどうかっていうと、これが謎なんですけど、私はピカチュウ自身の内面の視点が私の方を凝視したっていうふうに知覚するんじゃないかと思ってギョッとするんだと思います。なんでギョッとするかと思うと、そんなことあるわけないから、だと思うからです。3番目は、私はロボットのセンサーが私を視認したとか、あるいはロボットの内面の意識が私を凝視したっていうふうに多分知覚するでしょうね。こういう違いがそれぞれあるわけで、ここから分かるのは、このまず1番目としては、被り物の中にいる人間の視点とは異なるところの、ピカチュウ自身の内面の視点という知覚を私がすることができるということです。ただ、それが正確に一体何なのかっていうのは、私はまだ説明することができません。これは私がマネキンに感じた恐ろしさに似てると思います。で、その中の人の視点とピカチュウ内面の視点って絶対別ですからね。で、2番目で言いたいことは、ピカチュウのアニメイトドペルソナと、ピカチュウの内面の視点もまた全然違うことです。どっちも知覚可能ですが、全く違うものですよね。こういうふうに分析的に考えることができるので、こういう考え方をすることで、いろいろ前に進めるんじゃないかと。で、最後に AI ロボットの意識については、ロボットが意識を持つかとか、ロボットが心を持つかって問題は、次の3つの問題に分割されていけると思います。1番目は、ロボットにアニメイトドペルソナが現れることはあるかどうかということで、それはオートマティックダンシングの成立次第で可能だと思います。2番目、ロボットに内面の意識が芽生えることがあるかどうかっていうのは、とりあえず意識っていうものの定義によると思います。で、まず A としては、客観的に意識が機能定義された場合には、ある条件を満たせば芽生えることが可能だということになりそうですね。B として、私が凝視する内面的な視点の成立だというふうに意識が定義された場合に、私が主観的にロボットにそれを知覚することもあり得ると思います。現時点でどうかはちょっと分かりませんけれども、3番目、ロボットに他我は芽生えるのか、
これはただの定義によりますけれども、アニメイトドペルソナの視点からすれば、実体として存在する他我という概念装置はもはや不要ではないかと私は思います。で、この3番目は哲学に大きな影響を及ぼすかもしれなくて、いわゆる他我、アルタエゴというものを想定するフッサール的、まあ、初期なんですけど、よくわかんないです。フッサール的現象学から、後期から離れることにはまあなるだろうと思います。はい、現象学全体から離れることになりませんが、他我というものをこう想定して話を進めるようなタイプの現象学からはもう離れていくと思います。で、他我が不要だったら、それに対比して成立する自我も不要になります。実際、大森章三はこの方に行こうとしていたと思います。で、その代わりに、実は私のペルソナっていうもう一つの概念が登場するはずで、これは今日はもう言いませんけど、私はそんなふうに思っていて、これを独在論というものと結びつけようというのは私が今やっているところです。で、さらにですね、これはウパニシャッドの、いわゆるないっていう否定のアートマン、あるいはブッダのその非我というものをモデルに近いと思っていて、これ専門家が今日来られてるんで、後で、お叱りを受けると思いますが、まあ、とりあえずそんなふうに思っていて、います。だから補足としては、我らが大乗仏教に行ってるわけなんですけど、まあ、それなりに理由はあるなと私思っていて、なんか今後ロボットと意識の問題を学際的に探求していくときには、まあ、古代インド哲学からモデルものは大きいんだろうなというふうにまあ思っています。はい、というのは、ちょっとすみません、時間過ぎましたけど、以上が私の言いたいことで、あとはもう質疑応答に行きたいと思います。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。質疑、質問のある方は、手を挙げてください。はい、では、吉田さんから。はい、どうもありがとうございました。チェンジ吉田です。私、神経科学をやっております。アニメイテッドペルソナという概念、非常に重要だなと思って、それをもとにいろいろ議論していきたいと思うんですけど、その前にまずアニメイテッドペルソナという概念そのものについての議論をしていきたいと。その概念の妥当性みたいなことを議論していきたいと。というのは、バレラの話が出たり、エナクションが出たり、プロジェクションが出たりということが、推測するには、その身体性認知みたいな考え方を踏まえた上で、お話しされていると思うんですけども、ただそれであるならば、アニメイトドペルソナっていうのが、まあ、その身体性認知とかでよく知られている、そのエージェンス、主体性みたいなのとか、存在感、何かがある感じっていうもの、そういうものを超えて何か違うものがあるのかっていうのが、どのぐらい違うものがあるのかっていうのが、パッとわからなかったです。エージェンス自体は、まあ、なんか生きているものが、ある、まあ、自律的に動いているみたいなものに対して、ペルソナってことは、まあ、人っていう、まあ、擬人的なところっていうのの違いなのかなと思うんですけども、その辺に関してもう少し、なんというか、解像度を上げていただければと思うんですが、お願いします。はい、ありがとうございます。その辺ももっと議論していきたい点なんですが、今、2つぐらいちょっと頭の中にあって、まず後半の、エージェンシーということじゃなくて、ペルソンですから、人っていう言葉を使っている、そこに何か新しさがあるんじゃないか、あるいは独特なものがあるんじゃないかとおっしゃられて、そうです。でですね、その場合、どう言えばいいですか、つまり、この話というのは、我々が人とか人間とかいう言葉を使って、いろんなことをこう把握する、いろんな事象を全部に及ぶ話になります。私のアニメイトペルソナ話というのは。というのは普通、私はよくまだロボットとかロボット工学の方はあまりわからないんですけども、ロボットに意識があるかとかっていう話っていうのを、普通の人間の間の人間関係にまで及ぼして、その身体性認知の話はこう人間関係にまで及ぼして、そこでは人の現れとか、何か人がいる感じとか、エージェンシーの現れっていうことで、人間関係のことを全部説明できるかもしれないというところまで行ってはないような気が私はするんですけど、アニメとペルソナの話を使うと、一般的に人間関係というところで、問題になることは、全部アニメとペルソナの語彙で、考えたり説明したりすることはできるようになるんじゃないかと思っていて、そこが一つ違うなと思っているところです。すいません、これまで私、まだ今、クリアに言えてません。というのは、アニメイトドペルソナとエージェンシーというものの違いが、まだ私、分かっていても、ちょっと分からないところがあるので、ま、とりあえずこの反応にしておきたいと思いますが、それとさ、結びついてますけど、前半の、最初におっしゃった、
ここに人がいる感じみたいなやつですね。それとアニメとペルソナの違いというのは、おそらく、そこに人がいる感じっていうのは、それはこの私の、私のなんかこの心の中のもの、感じですから、という概念だと私は思うんですが、アニメとペルソナっていうのは、私の外側のものとして概念化されています。つまり、アニメとペルソナは私の中に、中にあるものというよりも、例えばこいつが表面になんかアニメートルペルソナが現れている場合は、アニメートルペルソナはここにあるんであって、私の心の中に漢字としてあるわけではないという点が多分違う、あの大きな違いなんだろうと私は、大きなところから押さえていくとそんな感じだと思います。細かいところに行くとすごく難しいことがたくさんあるので、もっと議論が必要だと思っています。はい、ありがとうございます。はい、それでは、あの後ろの方、聞こえてますか。あの哲学研究室の学生の鶴木と言います。あの非常に印象的なお話だったんですが、あの私も不思議な体験をよくしていまして、ちょっとその事例を聞いていただきたいんですけれども、あの私は専門が論理学なので、結構数式とか数学の本とか文献をよく読むんですが、であとあの眠るときに睡眠導入剤を飲んでるんですけれども、あの睡眠導入剤を飲んだ後に数学の文献を見ると、あの数式がキャラクターみたいに見えるということがありまして、あの私の今までの言葉とキャラクターっていうふうだったんですが、今回のお話を聞くとこれアニメーテッドペルソナの一種かなというふうに思って、で特に強くあるのがイコール記号があると、その左辺の式と右辺の式が戦っているように見えるんですね。で、あのなのでちょっと疑問なのが、数式みたいな全くそのに人間っぽくも生き物っぽくもないものでもこういう例があるのかということと、あと薬を飲むっていうちょっとそういう科学的ケミカルなものがトリガーになるということもあるのではないかという意見なんですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。非常に面白いあの例だと思います。今の話をお聞きして私が思うのは、あの、私が考えているアニメーテッドペルソナというのは別にあの紙に書かれた数式の上に現れても全く問題がないです。そしてそれはさまざまなトリガーによって現れる。例えば睡眠導入剤というのもあるだろうし、あのその飲んだ時の自分のなんていうかな、よく分かりませんけど、なんかあの気持ちの変化っていうのもあるかもしれないし、もっとその何でしょうかね、あのご自身でやられてこられた数学とか論理学の今までの知識体系っていうものはもう何かトリガーになっている可能性もあります。ですから、だからその時に多分大事なのは、その何だろう、キャラとして現れて見えてくる、それと自分の間にその対話のようなものがあるのか、あるいはそうキャラがなんかそのから声が聞こえるのか、音波のない声が聞こえるかどうかっていうあたりは多分キーになる。私の話に即するとそういうことになるんだと、思います。で、そうあのケミカルなものでも当然トリガーにはなると思います。それは他の場合でもきっとそうだと思います。そうですね。うん、ですからそういうなんていうか、そういう微細なあのそういう声っていうのは多分よくわかんないですけど、我々結構あの聞こえてるのに忘れてる可能性がありますよね。あのいやそんな数式から声が聞こえるなんてバカげてるっていう頭があると、本当に聞こえてても無視しちゃうってことがあるわけでだと思います。ですからあのそっち方面にへの知覚が敏感になると、もっといろんなものから聞こえてくる可能性があって、多分あのアニミズムとかっていうのはそういうような世界なのかもしれません。よくわかりませんけれど、人間センターの鈴木です。ありがとうございます。僕、あの変性式体験とかに興味があって、ちょっと吉田さんの質問とも被るんですけど、あのアニメイティッドペルソナの場合、外側にあるって話をしましたっておられましたけど、例えば原子体験とかの場合、実際にそこに見えてしまう場合があって、特にヘビー小体型認知症とかパーキンソン病の人って実体性色性って言って、影が覆ったみたいなことを言う人が多いらしい。それっ
場合実際精神病とか脳の疾患がある方なんで、ちょっと普通の我々日常とは違うと思うんですけど、一方で最近よく注目されてるのは、一つはサイケデリック体験、まあ、ちょっと薬なんですけども、変性意識体験なんで、その時もオートマティックエンティティっていうのが出てくるっていうのは最近すごい研究が言われていて、話せるらしいんです。で、そういうなんかパートナーみたいなのが出てくるっていうのは知られていたり、あとは最近インターネットのコミュニティ上でタルパマーシーっていうのが流行ってるらしい。これは本当に普通の人たちがパートナーを作り上げるらしいです。で、場合によっては恋愛を始めたりとか、人にその自分のタルパを紹介したり、あ、タルパもともとチベット仏教の言葉らしいです。そういうふうに結構普通の状態でもそういう他者を生み出せてしまう能力があるんではないかっていうのは結構神経科学、意識科学に言われていて、なんかその話とだいぶ近い気がしたんですけど、どんぐらいそのそこに外に見える感じっていうのは大事なのかなって気になってまして、催眠とかで結構知覚が作れちゃうっていうの、経験と思い込みって違うと思っていたけど、実は思い込みが経験を作れちゃうってことも知られている。もしかしてそんなに思い込んだものが外に出てしまうことはそんな特別じゃないのかなと最近は僕思っていまして、なんか今回言われた話もその一つなのかなっていう。コメントもあるんですけど、どんぐらいその辺の、まずは正常な意識と、そういうドラッグ化だったり、精神病化の意識での、その違いを考えてらっしゃるのかと、あとは、そうですね、そういう、もともと我々、思い込んだものを外に、根源じゃないですか、作り出してしまう能力があるんじゃないか、その辺について、ね、意見を。はい、ありがとうございます。それも大変面白い話で、まず後半の方からいきますと、こちら側が作り出しちゃうということが、まあ、できるという話は、まさにさっきのこれで言うと、その図、これとか、うん、こちら側が矢印。だから、まさにそういう人と、時と場合と人によりますけれども、それがこちら側のファクターがむちゃくちゃ大きくて、これがこちらがなんかアラジンのあれからモクモクモクって人が出るみたいな感じで作り出すことは我々きっとできるし、でも逆に作り出したくても作り出せないこともあるんですよ。これもね、そう印象的な例なんて、私がその脳死の研究していった時には、そこもご両親、さっきのご両親と同じ人かな、母親はですね、その脳死の自分の娘さんが、脳死を経て、それで看病して亡くなったんですけど、その後も仏壇の前にいたときに、ろうそくを入れるときに、ここに娘が帰ってきてるって母親は言ってるんです。で、多分もう、そうなんです。ところが、父親は見えないんですね、とか。で、父親はね、幽霊でもいいから帰ってきてほしいって言ってるのに見えないんですよ、父親は。だからこれもすごい切ない話ですけど、本当にそう思うのは、母親の場合も娘さんが帰ってきてるんです、母親 の世界の中では、うん。父親の世界の中では、生み出したいのに娘を出てこない。でずっと仏壇の前に朝から晩まで座ってますって話がありますけども。ですから、そういうことを考えると、今、後半におっしゃったことっていうのは、まさにそういう話に食い込んでる話です、これは。で、前半の話で言うと、サイケデリックな、思うのは、宗教的な体験っていうのは結構、やっぱこれとすごく深く関係していて、例えばですが、いろんな宗教の中で、神的なもの、多分神様とかですね、今一緒にいるっていう境地っていうのは、本当によく語られます。キリスト教でもありますね、神は今ここにいる。修道会的、道っていう映画あるじゃないですか、フェリーニの。あれで修道女と話するとこがあって、そこで修道女が言うのは、神様は常に一緒にいますっていう。で、これは日本の方では仏教の中で同行二人。だから、四国をこう、一人でこう、回るわけです。その時にもう一人、ちゃんとここでずっと一緒に見ていてくれるっていうんですね。あの感覚っていうのはすごくこれに近いと私は思ってます。ですからそういうなんていうかな、宗教的な言葉で語られてきたものっていうのは別に宗教
っていうものにこうフレームの中に閉じ込める必要はなくて、我々が時と場合に応じて実際にそういう感覚って持てるんだというようなふうに考え、私は考えていいと思うし、それはだから宗教的な信念とか文脈でもそういうことあるし、何かの薬を使ってそういうことに近いことも当然我々経験することが当然できますよね。だからそれは当然我々が今普通にこうやって今こう部屋を認識してますけど、認識してるってことはそれに対応する化学的なプロセスが脳の中で動いてるわけですから、それと関与してることは明らかなわけで、もっとこう何て言うかな、広げていいんじゃないかと。あとは我々はなんか正常な認知とか正常な理性とかっていうことにこだわるがあまり切り捨ててるものが実はすごくたくさんあって、もっと素朴に見てみればもっとなんか境界線がゆるゆるにできてるはずじゃないかみたいなことを思います。どなたか先に言われたのは、木原さん。平岡と申します。手短に1点なんですけれども、今そのアニメイテッドプレスの側の人を見て感じるっていうのがあったり、例えばそのパートナーと手をつないで歩くとか、その触覚においても触覚を通じて、あ、この人今こう感じてるなっていうのがあると思います。そうするとなんか視覚に限定されず、もうマルチモードで立ち上がれてくるのかと思って、そこはどうですかっていうのを聞きたいのと、例えばその祭祀で神を祀るっていう、一人が見てるんだけど、共同体の中で、あ、あそこにいるよねっていう感じで、こう、監視官的に見てるところがある。そうするとなんかアニメイテッドプレスになって、一人がこう、一対一で見るんだけど、多対一でも出てくるのかと思って、そこをどうなんでしょうかっていう、この2点です。はい、ありがとうございます。大変面白い点ですね。触覚の場合も、結論から言うと、私は触覚までの場合も同じだと思いますね。マルチモーダルだと思います。だから、触覚の時に、何を考えてるんだ、感じてるのかな、以前の段階として、触覚のところに、ある声が触られてるっていう知覚があるっていうのは、まず、1段階目で、その次にその声の意味とか、なんか、なんだろうみたいなのが多分こう起きてくるのかな。他者知覚、他者認識として起きてくるのかなっていう順序になってるのかなと思います。この辺は考えていくと、とても面白い問題の論点のはずだと思います。で、2番目のですね、やっぱり感主観性ですよね。これ私も考えてて、2021年の論文でちらっとそれ触れたんですが、まさにある宗教的共同体の場合に、ここにイエスがいるとかね、いうことをみんながこう見てる場合に、その共同体ではこう主観的体験じゃなくて客観的体験だと言えるように見えますよね。ただ共同体の外側から見たら、こんな共同幻想じゃんって話になるわけですね。でもその共同体がどん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 広がっていくとどうなるかというと、だんだん客観化していって、今度はそちらの方がマジョリティになっていくとですね、その共同幻想の外側にいる人っていうのが、逆にこの人は変だとか病気だとかって病理化される可能性があると思います。これも完全に権力関係からそういうことが出るのであって、例えば現代だから、これは科学論とかと結びつくんじゃないですかね。我々日本のような社会の場合、科学的な認識ってことがマジョリティになっているので、科学的な因果関係だとか推論だとか統計的なものの重要さっていうことを理解できない人っていうのは、なんか頭悪いとか、なんか変だとか言われたり逆にするわけですよね。でも、そういう科学的なことを前提として信じているコミュニティの中では客観化されているわけで、科学的な道具立てっていうの全体が。だけど、それも外側を考えた時ってどうなのか、科学に本当に客観性があるのかって議論は20世紀のずっと哲学的な議論としては科学的ずっとある話で、その問題に触れるような話かもしれません。かもしれないですね。なので、答えは私も持ってませんけれども、そこと結びつけても面白いようにも思います。はい。イメージセンターの飯塚です。僕もちょっと吉田さん、なんかお話すごくアグリーできるんですけど、吉田さんとちょっと似てるんですけど、アニマシー知覚とか、認知科学やられてる方と、なんか知覚異物体が追いかけ、何か追いかけないだけで、それに対しても意思を持っている主体だと感じるとか、阪大西五さんが作ってるアンドロイドロボットとかでも、それは確実にロボットだと分かってても、顔を近づけるのもちょっと恥ずかしい。
ロボットがこう首を使って顔を近づけたりする、対処もこんなことしていいのかなとかって思ったりということを考えると、もうなんかそもそもその主体そのものの機構がどうなっているか、そこにそのなんかエージェンシーとかアニマシーを感じるっていうことで、まあ、なんか当然なんじゃないかと思って、そうするとここで言ってるのが新しいことなんですかって言った時に、そこに内側にあるじゃなくて、もう環境の外にあるとおっしゃられたんですけど、そもそも近くで考えた場合にペットボトルがそこあった時にそこにあるとしか思えない、僕の中にあると思ったと思う、近くと考えるとなんかやっぱりどこをこう一番推してるそのペルソナっていうね、アニメーティブペルソナっていう時に一番強く押されてるところがもう少しと繰り返したいというと。はい、ありがとうございます。その辺がもっと、考えないといけない点だと思います。その上で言うと、多分 今の失業等の中でいろいろ考えてるんですけど、一つは極端なことを言うと、アニメイティブペルソナっていうのは漢字じゃないってことでしょうかね。漢字とか実感じゃない。だから声っていうのはそうだと思うんですよ。声って別に漢字じゃないですよね。なんか声が聞こえるっていうのは声の質は感じかもしれないけど、声が聞こえるっていうのは外側から来てることですよね。うん、アニメートのペルソナは声ですから、やっぱ外側から来てるわけで、で私はまだあまり詳しくそちらの方の議論を知らないからなんですが、ただその石黒さんのロボットみたいな話でも、そこに人がいる感じがあるよね、その感じって何だろうみたいな問題の立て方をしている。というのは私よく見るんですけど、うん、その立て方とこれ違うんじゃないかっていう気が私はちょっとしてます。だから漢字ってやっぱこっち側のもんじゃないですか。まあこっちが多分基本的に受け取るじゃなくて、その2つの相互作用した流れの中からもう感じてしまう。インタラクションとかなんかリズムとか。それはそうです。それだからここの話っていうのは、それを取り込んだこんな図が書けるだろうなっていうことで書いてみた図なんですけども、そこは両方向的である。その時に、ただこのグレーの部分が図画主体の方に現れるんじゃなくて、対象のあそこに表面に現れるっていう点が、多分なんだろうな、実感として、こう、捕まえて、るわけではないっていうのは大事な気がなんか今はしてますが、どうなんでしょうね。表面にあるというのは、ペットボトルがそこにあるっていう感じが、実在してるなっていう感じが、もうありえるとそこにあるっていう感じとは違う。でもそれでも今、漢字っておっしゃってますよね。漢字ですよね。漢字ですよね。だから今の場合だと、ペットボトルの存在とある漢字っていう2つが現れてますでしょ。アニメートルペルソナも、ワンの場合は、もちろん漢字っていうのは出てくると思います。だけどアニメーティブペルソナはこの物体の表面に現れてるわけであって、その場合3つ登場してますよね。この物体とアニメーティブペルソナと、なんか私の怖い漢字だと。1、2、3。で、今のペットボトルがあるっていうことと漢字だったら2つですね。漢字とペットボトルの存在と。だからその間に中間項としてアニメーティブペルソナが入ってるってあたりがちょっと違うんじゃないですか。アニメイテッドなエージェンシーみたいなのがそこにあるっていうのは、確かに今僕のこの例はよくなかったけど、これにはないけど、それがそこにあるっていうのは、そこをそっち側にあるっていうのは、我々がペットボトルがそこにある、そこに現れてるっていうこととは違うことだ。そこに現れてるってことの表面に現れてるっていう、物体の上に現れる場合はですね。っていうことかなっていう。この話ってさっき共同主観性的に現れるってことを考えるともっと面白いかもしれなくて、つまり目の前にここにナッチの涙を流してイエス像があったとしたときに、敬虔なキリスト教信者がここに10人ぐらいいたとしたら、ここにイエスが今現れたと言うでしょうね。その時にはここっていうのは多分心の中じゃなくて10人のここなんだって、そこっていうことが10人とも指させるようなところに現れてるけど、それはこのイエスの像って物体そのものじゃなくて、物体の上になんか10人が知覚してる何かであって、それは何かである。でそれ見た時に10人の心の中には、いや今イエス様が現れたっていう感激だとか恐れだとかっていう
実感が湧いてるっていう、そんな話がもっとクリアにできないでしょうかね。いや、それもあるんじゃないですかね。いや、わかんないですけど、例えば最初に紹介した、その、なんだ、浴室で髪乾かした時に父親が現れました。その場合、その父親は別に何か物体に表面に現れたわけではなくて、なんかその女性が書いてる文章を読む限り、なんかこの辺に、なんか空間のどっかにあると知覚したみたいなことを言ってるので、物体の表面に現れたケースではないです。ないけれども、例えばそこにそのまた別の家族がいて、今、お父さん現れたんだけどって言ったら、この家族もうんっていうこともあるかもしれませんよね。うん、でもその時は、2人とも近く、外側に近くしてるけれども、どこっていうと、なんかこの辺みたいなことを2人が指すっていうことっていうのは十分考えられて、ぐらいまでしか言いませんけど、ちょっといろいろ議論するポイントかと思います。はい。ごく、短めに、今、あれですか、3人、ごく短くお願いします。それからオンラインの方でも質問来てますので、ごく短く1問ずつお願いします。はい、人類学研究室の石原ですけれど、人類学なので、アクタネットワーク理論とかを見ていると、割と。そうだよなと思うところが多かったんですけども、これ逆に言うと、これがアニメーテッドペルソナっていうのは人間の現れに、集中し、絞って議論してるっていうのは、これはテーマとして人間をやりたいからなのか、それともいろんな物事の現れで、例えば椅子が椅子として現れるときっていうのは、それもこれと同じような原理が働いているはずで、他のいろんな要素によってそれが椅子として現れていると考えることも、それで表面に意思としての現れがあるって考えられると思うんですけど、それとは違うものなのか、それそのアニメーテッドペルソナでのそれの、同列の一形態として人間の現れのことなのかということを。はい、すみません、手短にお答えすると、やっぱり人ってことを考えてます。人ってことを中心にこれは考えてます。ですから、椅子の場合も、ひょっとしたら椅子の表面に人が現れることがあると。それはアニメートペルソナ。で、それは何かっていうと、私はここにいる、だから壊さないでくれみたいな声である。だから声ですから、その意味では、人とは何かっていうことを考える文脈を中心にできてきた議論です。これは将来もっと広がったらどうなるか分かりませんけど、少なくとも今の時点では人を中心とする議論である。はい、と思います。ありがとうございます。認知心理学を専門とする池田と言います。ちょっとその哲学に対しての理解が浅くて、似たような質問をしてしまって申し訳ないんですけれども、今回お話しされてた、その、ニメイティブペルソナへの理解っていうのは、私は人らしさに関する象徴だと思っていて、いわばその顔象徴、人の顔の特徴的な記号であったりとか、人の特徴的な動きであったりとか、シルエットであったり、もしさらに言うと、例えば人が動かしたり、あろうような動きをする扉だったりとか、そういうふうに配置されたものみたいなものに対する人がいたらしい象徴だというふうに認識して話を聞いてたんですけど、それがフィーリング感覚とはやっぱり別のものだというふうな話で、ちょっとより認識がうまくできなくなっていて、その哲学に対する理解が浅いせいもあって。この私の認識する象徴というものと、アニメーテッドペルソナっていうのはどれぐらい乖離があるものなんでしょうか。はい、その人に似てるとか、人が動かすような動き方をしてるとかっていうことが大きなトリガーになることは明らかで、その意味ではすごく深いつながりがあると思います。だけれども、その人と似てるとか、人が動くような感じの動かし方をしてると、うんぬんっていうことに縛られるわけではなく、限定されるわけではなくて、例えば父親の形見の時計に父親を感じるっていうのは、時計って別に、人の形もしてないし、もちろんだけどそれと父親が生きてる時にはめてたってことは重要なわけですよね。だからそういうつながりは当然あります。だけれども、例えばあれ、山を見て登山してて山を見た時に、そこに何か大きなアニメートペルソナを感じたっていう、私はないけど、そういうことってあるかもしれなくて、その場合にはあまりこの人間の動作とか姿形とか、
その顔の表情とかってこととはあまり関係ないかもしれないし、木が生えてて、その木になんか昔の人のアニメとペルソナが現れてみたいな時も、別に木って別に人の形をしてないわけだし。ということで、いくつかの例で人間とは直接結びつけることは難しいような、そういう事例はありそうに思います。でも中心的な部分がやっぱり何かの形で人に結びついていると言って構わないと思います。研究室、ペルソナが声を出して呼びかけるあるいはそうでないようなケースもあるのか、例えば戦場なんかで、敵が出るかもしれないから進んでて、なんか出てきたっぽいってなって、多分アニメにずっとペルソナ感じると思うんですけど、呼びかけてるっていうか、その段階でも殺せっていう命令が出ている感じがして、だから、どんだけ呼びかけてくるっていうことがどんだけ重要なのか。はい、その戦場の兵士の例を私の、最初の論文でちょっと書いたんですけども、私の解釈は、その場合、敵を狙ってる時、わーって人が出た時、わーって撃たなきゃいけない、その時に現れてきたのは人間として見えてるけれども、その身体にはアニメイトとペルソナ、現れていないっていう例として考えた方がいいんじゃないかというのが私の考え方です。人間、生身の人間、意識も自己意識も理性もある、あいつも俺を狙ってる、だけどアニメイトとペルソナは出てない。だから打てるっていう、そういう例かなというふうに私は思ってます。アニメイトペルソナが現れない人体だと、現れていないところの人体じゃないでしょうか。生物機械、理性も自己意識も持っていて、会話もできる生物機械みたいなものじゃないでしょうか。オンラインの方での質問で、チャットでいただいているもので、ちょっと私読み上げさせていただきますけども、発表内で前述されていたら申し訳ないんですが、言語的記述と心的イメージの差異についてはどのようにご検討されていますでしょうか。という質問なんですが、ちょっと言答え語具体的的に記どういう述質問と、ですか？心的イメージの差異ということなんですが、ちょっと記述が簡単すぎて、つかみづらいですちよょっとね。質問の意図が、質問の意図は、捉えにくいです。飯島渉さん、ちょっとご説明いただけますでしょうか。すみません、ちょっと出かけになってしまってですけど、大丈夫すそうみでませすん、か？ちょっと音が小さいので、今、上げますね。申し訳ないです。出先で。はい。音、どこ大だ？丈夫でしょうか？最大にしてる？小さいですか？聞こえますでしょうか？すみません。ちょっと音が小さいので、今、音を上げようとしているところです。こちらはパソパコソ自コ体ンのは、方パソコでン自体最は大もうに。最あ、最高なんで大。す。ああ。じゃ、これ以上いかない。100ですね、これ。はい。すみません。それじゃ、またちょっと喋ってみていただけますか。はい、聞こえますでしょうか？ちょっと厳しいな。こっちをオフにして、あっちでやるとダメ？いいですよ。ちょっとじゃあ。確かに。小さいから。はい、ちょっと話してみていただけますか。聞こえますでしょうか？どこから切っててる？こことかですかね？はい、はい、聞どうこえてぞ。ます。すみません、ありがとうございます。すみません、ちょっと出先でちょっと周りの環境がうるさいと思うんですけど、質問の意図としては、事例研究にもあったように、そういう、なんて言うんだろう、表彰としてそういうことがありましたよって記述があったっていうような事例を踏まえて、今回考察されてると思うんですけど、ちょっと、マットな考え方なんですけど、じゃあその人の心的イメージとその人のその供述がどれぐらい一致してるのかとか、どれぐらいこう、なんて言うんだろう、ある種の信頼性みたいなもの、どれぐらいの距離感なのかっていうところはどのようにご検討されてるのかなっていうのをお伺いしたくて質問させていただきました。はい、あれですか、私が柳田さんとかフランクルを引こっち用でやしります。て、こんなことを書いてるよと、
で、ここの場合、アニメーターペースが現れてるねっていう事例としていいですよねって。はい。実際どういうふうに感じたかっていうことを私が担保してないって、そういうことですかね。まあ、担保してないっていうよりかは、なんかやっぱり僕も普段そうなんですけど、自分がこう言語的に記述することと、自分が本当にその思っているのかっていうのは、かなり距離感があるなっていうふうに個人的には感じていて、それらの際をどのようにご検討された上で、こういう、ある種、結構難しいじゃないですか、そのプロジェクションとかの概念とかも結構難しいので、その個人に依存するって言ってしまえば片付いてしまうような概念を、まあ、どのように整理すればいいんだろうかっていう意味合いで、まあ、そこの言語的記述と心的イメージのギャップってどのようにご検討されてるのかってお伺いしたいなって思いました。半分ぐらいご質問の意味は分かりましたけど、あと半分がちょっとついていけないので、ですが答えは、それは、言語的な記述がどういうバイアスをもたらすとか、あるいはそういうことについて私はどのぐらいあの敏感にそれを扱っているのかという点についてはさほどの敏感性はないと今の時点ではないと思いますので、今後質問にはそこはまだちゃんと考えられていないと思います。また後にまだもうちょっと長い、質問を書いていただくとご質問の意図がもっとはっきり分かると思いますので、もし何かチャンスがありましたらよろしくお願いします。失礼しました。ありがとうございました。それから柳川浩平さんという立命館の研究員の方で、メールアドレスかなんか教えていただければ質問したいということなんで、ちょっとチャットでお知らせしてよろしいですかね。はい、はい、もちろん公開してますので、はい、メールアドレス。公開されているということです。はい、それから、上田祐樹さん。ちょっとこちらもご自分で、少しご質問の意図を話していただいた方がいいかと思いますので、上田祐樹さん、お話しいただけますでしょうか。はい。はい、東京大学の博士課程学生の上田と申します。まあ、質問書いた通りなんですけど、その他我問題とペルソナについて発表の中でありましたけど、その自己知とか自己認識とペルソナの関係についてもっと知りたいなというふうに思って質問しました。最後に私のペルソナっていうことが発表の最後にちらっと出てきたので、それ関係するかもしれないですけど、例えば例として、そのよくこう映画とかで鏡の中の自分にこう話しかけて、こう重要な決断をするときに自分が本当に何を望んでるのかをこう鏡の中の自分と対話することでこう見つけていくみたいな、そういう行為ってあると思うんですね。例えばスティーブ・ジョブズとか毎朝それやってるみたいな逸話があり、やってたみたいな逸話もありますけど、そういうふうにその鏡の中の自己と対話するっていうときに、そこで私は誰に話しかけていることになるのか、それはなんか鏡という媒体を通じてこう発生するこう出会われるアニメイテッドペルソナなのか、でもそれともその実体的な自己というか、結局は自己、ある種の実体なのか、なんかそこにこう自己との関わり方とアニメイテッドペルソナっていうのが非常に関わるような感じがしたので、何かこうお考えありますでしょうかという質問です。はい、ありがとうございます。それは大変面白い問題ですよね。実は鏡に映った私自分に向かって、お前なんだ、私はどうすればいいのかみたいな結構やると思いますし、その時に、私が話しかけているその鏡の中に映ったそんな私の顔とか表面、顔とかっていうのに言ったら顔というか、そこに何か、人が現れてるんだったら、今日の私の話からすると、私の森岡のアニメイテッドペルソナが現れてると。で、それと私が話をしてるっていう説明というか、そういう記述はできそうに、一方においては思いますよね。で、ただそうしてしまうと、そうするとですね、話してる方は一体誰なのかっていう問題が当然起きてくるわけで、それはだから、私が私と話してるっていう、まあ普通はそういうふうに言うんですけれども、そこにアニメイテッドペルソナっていう概念を持ち込んで、整理しようとするとどういうことになるのかっていうのは、すごく面白くて重要な問題だと思いますが、私はまた それをクリアに今きちっとお答えできる、答えは今のところ持っていませんが、考えます。はい、それは考えないといけないと思っていて、で、この今日のスライドのですね、もう見えてないか。今日のスライド最後で、私のペルソナっていう単語だけがちらっと出ていましたが、
これどういう文脈で出てるかというと、他者に関しては他がっていうのも、いらそういう概念はいらんのではないか。で、他者のペルソナっていうのがあればいい、誰かのペルソナがあればいいっていう話をした。じゃあ自分の方はどうなのかといったときに、おそらく同じ意味で自我っていうものはもういらないだろうと私は思っています。実体としての自我っていう装置はもういらない。その代わり私のペルソナっていうものはやっぱり同じような意味で私は感じているわけであって、だからその場合の私のペルソナっていうのはとりあえずは、私がこう喋ってるけど、喋ってさっきから出てる感じですね。私が喋ってる感じとか見てる感じとか、なんかどっか痛かった痛い感じみたいなやつの集合体がある種私のペルソナって取れた方がいいんじゃないかと今漠然と思っていて、じゃあその私のペルソナを私のペルソナを自覚している存在者は一体誰かって話はそこから出てきます、ここはすごく面白いところで、多分これっていうのは古くからこの問題はずっと考え続けられてきてると思うんですよ、私を自覚しているのは誰かって話なんですけれども、ですからこれは宗教哲学的な文脈でずっと議論されてきています。これもう一回現代哲学の訴状に私は載せることができると思っていて、っていうようなことをずっと一方によって私は考えています。で、今のご質問のご指摘というのはその話とどこかでつながると私は今思いましたので、今直接の答えはできませんけれども考えたいと思いますので、時間をくださいということで、また何かの時で対話の相手になっていただければ幸いです。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、それじゃあ最後の質問で、河野さん、河野千尋さんでしょうか。やはりご自分でちょっと質問していただいた方がいいと思いますので、ごく簡単にお話しいただけますでしょうか。はい、わかりました。早稲田大学人間科学部1年の河野千尋と申します。先ほど森岡先生がアニメーテッドペルソナがアニメーテッドペルソナと人間の住んでるこの世界との関係を示すときに、アニメーテッドペルソナの図を一つの雲のように、模式していたと思うんですが、それがアニメーテッドペルソナっていうのが個性とかそういったものではなく、一つの一つのアニメーテッドペルソナという一つの概念が、人間ですとか、あとロボットですとか、あと死亡された方の存在だとか、そういったものに対して、なんか三角形のイデアがそれぞれの三角形の現実の三角形を描いたものに降りてくるみたいな、分有されていくみたいな、そういった感覚で、ですね、一つのアニメーテッドペルソナから、同じように分有されていくものというふうにお考えなのでしょうか。それとその場合、個々のアニメーテッドペルソナというのは一つの大きなものに、還元できる、還元だとか総合だとか、そういったことができるというようにお考えなのでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、前半の問いに関しては私はレイヤーという言葉で終わって今考えてますけど、地頭のような層があって、そこから、知覚できるもののいろんな物体とかなんかに降りてきて、そこで、分有といえば分有でもいいかもしれません。分与されていく。だけれど、元は大きな一つの層であるっていうようなふうに考えているので、最初のご質問に対しては、イエスを、イエスかなと。で、ただ、あれですね、ここは私もまだちゃんと考えられていないのは、じゃあその人、大きな、レイヤーとしてのアニメートペルソナって一体何だって話ですよね。なんかそれがこう降りてくることによって何かの表面にアニメートのペルソナが出現する。だからその出現したものがアニメートのペルソナというカテゴリーの中に属するんだということを保証しているものだと。でも、どんなものが現れるのかっていうアニメートのペルソナの個性、質はいろいろ違うわけで、ね、死んだ父親のアニメートのペルソナと
朝植物に水やるときには体温相手になってるやつっていうのは質は違うわけで、その違いは、こちらの我々の知覚世界の側のそれぞれの、なんか具体的なものとか文脈の違いがもたらしているんだろうというようなことを漠然と考えています。今のところはそのぐらいのイメージ的なお答えしかちょっとできません。もうちょっと考えたいと思います。なるほど、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。たくさんの質問をいただきましたけど、ちょっとだいぶ時間オーバーしましたが、詳しくお答えいただきましてありがとうございました。それではこれで森岡正弘先生のによるチェーンセミナー終了したいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回北条圭一さん、神経科学者の人にダイナミックのノーということで、11月ぐらいに先生に次回やる予定になって、詳しくはちょっと決まりましたので、よろしくお願いします。